こんにちは。しっかりいい感じですか。いい感じですね。よかったよかった。私も始めます。ありがとうございます。こんにちは。習字を。これどっちでしたっけ。つるつるを書く方でしたっけ。つるつるが書く方。書く方、ありがとうございます。書く内容は決まってる。決まってます。習字をしたいと思います。ヤギって書きます。こんにちは。山に羊ですよね、ヤギって。山羊、でヤギですよね。ちょっと待って、ね、ありがとうございます。ゆりこやでもありがとうございます。ありがとうございます。決めてからじゃなきゃ。あー、なんて書こう。そう、昼公演はマイティと髪の毛一緒でした。目標、どうしようかね、どうしようかね。あーい、ありがとうございます。え、めっちゃ寒い。寒い。え、今日やばい、やばいんです。固まってそう。もう固まってる。じゃあ彼氏、どうしようかね。今年の目標、山描いた。こんにちは。山を描きました。りんごさん、ありがとうございます。よし、シュー。辻ってさ、はい、一番下が一番長いじゃん。はい。その次に長いのってさ、一番上かな。え、やと思ってました。ありがとう。はい、きっとそうだよね。はい、習字してます。 OK。 あ、雪降っとんや。寒い。真ん中短い。 OK。 あ、ほんとや、真ん中短いです。書き初めをしたいと思います。うん、じゃんけん。こんにちは、こんにちは。やば。中書き。いやんですね。二重書きを公表する人。すごい綺麗。カスカスになりました今。なんで習字得意そう。いや、そんなことないです。なんか綺麗に書けへんの、なんか自分が思いかけてる字はあるんですけど、習字こっちの方が使えるかな。本当ですか。ありがとうございます。嬉しい。ほぐしときました。いやー、ありがとうございます。わかりました。よし、書くことは決めました。書けるのか。紙コップ2個いるよね。はい。名前、名前書くスペース開けときなよって言われた。よかった、ありがとうございます。ちょっと、すいません、真ん中置いとこう。はい、いきます。目標ですもんね。
横に書いてある。え、横じゃないですよ、あの名前をアルファベットで、うん、ああそうですね、カトちゃんのことで、ああそうです。山羊って書いてヤギ、なんでヤギ羊じゃないんかいっていう羊の方が分からんじゃん。いや羊のてっぺんってことで、いやいけるかななんでショールームって男の人の声ダメなのにさ、ヤギさんはオッケーな。確かに。あー習字嫌いや、難しい。難しい。まあでも習字苦手な、ペン字やったら好きやけど。あ、書かれへんかもしれない。近場も女の子なんだよそういうことか。このあ、やばい、範囲がないやばい、もう一枚書いたらダメですかね。いいと思う、本当ですかよし、もう一回書きます。スペースなくなってる感じよし、ちょっともう一回書きます。まあ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 、そういう時もありますよね。何回か書けたら、ちょっと広めすぎた広めだけにちょっと広めすぎたすごいよし、字が入らなかったため、もう一回したいと思います。つるつるが上、よし。おー、おしゃー、おしゃーおしゃでいかなきゃ。よし、いきます。そう、ことさんです、横にいらっしゃるの、うん、あ、左利きや習字、あ、確かに右手で書かないといけないですもんね。左手、左利き、え、本当ですか、うん、でも左でしか書いたことない。え、プルプルになっちゃう。あ、確かに。カオスじゃない、クマヘアでヤギって書いてるんだけど頭おかしいよ私。ついちゃう。
かなの名前。じゃあ。この丸字嫌い。目に苦手です。うわうわ。やっぱ。ハートって書けるかな。わあすごい。すごいお綺麗。でしょう。羊のてっぺん取ったんでヤギ。難しい難しい。チッキーありがとうございます。嬉しい。アンジュサブタイトルが完璧。だいたね。ローマ字縛りの感じ、あの習字みたいになってる。ここだけ。あ、どっちでもいいんですか。英語コモちゃんのことって感じ。英語だと思った。そんなあれない。あら。まあ数字のてっぺんがいいなんかわかんないですけど、山の羊って言ったら羊のてっぺんのつもりですか。なあ。で、これをラングラン書き初めって書いて、あの投稿写真、これとツーショット撮ったらいいのかな。アンジュマナベ。こんにちは。そうなんです。私あの当てられてびっくりするっていうのを頑張ってやめたいんです。難しい。ありがとうございます。ではではランキング発表します。13位佐藤さんありがとうございます。12位萌えちゃんまんさんありがとうございます。11位かげのみさんありがとうございます。よし、天使ちゃんも書いときますね。天使ちゃん、ふくりんさん、習字の天使ちゃんってちょっと難しいな。こへいさん、ありがとうございます。天使ちゃん、ななみ、ま、私の天使、ま、まみちゃん、私の天使ちゃん、ありがとうございます。かげらのさん、ありがとうございます。みやこぶるさん、ありがとうございます。天使ちゃん、ありがとうございます。私の天使ちゃん、ありがとうございます。ゆうきさん、ありがとうございます。柳さん、ありがとうございます。しちゃん、しちゃん。それでは、ゆるこわやも頑張りたいと思います。どうも、ありがとうございました。エリペンでもし、お、会いましょう。またね、ありがとうございました。よし、天使ちゃん、
まあまあまあ今回ばかりは書かなければよかった。まあ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 、わかるわかるわかる。話したら見えないですよね、そこまで。いけー、うーん、はい、ちゃんちゃんまあ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 でもこれで書き直すっていうのもちょっとしんどいので、これでいきます。はい、でした。天使ちゃん見て、めっちゃ過去最高にやばい。まあ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 、はい、ではランキングを読んでいきたいと思います。13位の方ダベルさん、ありがとうございます、ありがとうございます。12位の方ブルーさん、ありがとうございます、ありがとうございます。11位の方かき揚げさん、ありがとうございます、ありがとうございます。10位の方村人 T さん、ありがとうございます、ありがとうございます。9位の方シュカさん、ありがとうございます、ありがとうございます。8位の方リコさん、ありがとうございます、ありがとうございます。7位の方鶴丸美馬太郎さん、ありがとうございます、ありがとうございます。6位の方楓さん、ありがとうございます、ありがとうございます。5位の方ポンヌさん、かっこひなさん、ありがとうございます、ありがとうございます。4位の方たくやんさん、ありがとうございます、ありがとうございます。3位の方かまかりさん、かまかりさん、ありがとうございます、ありがとうございます。2位の方だんまえさん、だんまえさん、ありがとうございます、ありがとうございます。1位の方まささん、 ありがとうございます。今日もどうも元気にありがとうございます。今日もありがとうございます。はい、ではではでは、そう、天使ちゃんがちょっとあんまり綺麗に描けなくてショックなんですけれども、まあとりあえず描けたので、はい、終わりたいと思います。皆様全然喋ってないのに来ていただきありがとうございました。ではまた夜公演終わりに会いましょう。